どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国志アドの動画作っていきたいんですけども、スチームバーハードが出たということでですね、試しにプレイしてみようかなと思っております。これまだ設定も何も終わってない段階の一番最初の画面ということになってるんですけどね、ちょっと操作感を試すためにサーバー選択をしてみましょうか。基本的にはパソコンの操作と一緒ですね。マウスの左側をクリックすると、まあそのスマホとかでいうところのタップになるっていう感じですかね。で、これはそうですね、クリック左クリック を長押ししながらマウスを左右に動かすとこんな感じで動かせるっていう感じですね。で、これ一応全サーバー盛況になってますけどえらいざっくばらんですね。このサーバー1とサーバー2とに比べてですね、このサーバー3以降はだいぶ人数多いですからね、一緒なんていうことはないと思うんですけど、とりあえず満員のサーバーはないっていうことですかね。ただでさえ今重いので、これ以上増えたらさらに重くなるっていうことだったらですね、多いところは満員にして他は盛況とか標準にすりゃいいのになと思うんですけどね。ちょっとここら辺の調整がうまいことできてないのかなという気がします。でですね、一応僕、iPad の方のメインやかをこちらの Steam 版に移そうかなと思ってるんですけど、これ引き継ぎ押したらいいかな。異なる OS 間でデータ引き継ぎを行った場合、優勝報告の所持数は引き継ぎできませんということですね。これは入力を押したらいいんかな。はい。これは本アカで見ないかんのかな。ちょっと僕まだパスワードを取ってないので、ちょっと取りたいかなと思います。これで大丈夫かな。そしたら決定をしてみましょう。引き継ぎが完了しましたと出てますね。ほんまにこれで引き継ぎ完了してんの。ああ、いるわいるわ、僕がいますね。そしたら、ここか。これがいつもの僕のサーバーになってるんで、ここでプレイしてみましょう。もうこんなん、もう読まんでええやろ。こんなんまともに読んだことないんですけどね。なんか、まずいこと起こったりしないんですかね。ちょっとわからないですけど。ただやっぱり解像度は高いんでしょうね。画面は非常に綺麗です。これ見ていただいてる方どうですかね。で、はいはいはい、これなんて言ったらいいんですかね、マウスの真ん中のコロコロあるじゃないですか、あれでこんな感じで拡大縮小がされるっていうことですね。お、これが一番広い感じか。これスマホの画面と比べてどうですかね。かなり広く見えてる気がするんですけど。で、この族、ああそうやな、族がパッと出る瞬間って言ったらいいんですかね、そんなんはあんま変わらないか。ただその iPad でやるときみたいな感じのそのラグさって言ったらいいんですかね、は少ないかな。例えばこういうところを選んだときにパッとほら族が出るんが早い。あ、これはかなりやりやすそうですね。これちょっと嬉しいかもしれないですね。画面も綺麗な、これやっぱパソコンでやると違いますね。ちょっとほんと族狩りしてみましょうか。これぐらい買ってみようか。基本的にはもう直感でプレイして大丈夫そうですね。基本的には左クリックで全部プレイするっていう感じですね。で、そうすれば他になんか一括出陣とかの場合はどうなるんだろう。例えばこれをに対して一括出陣したら、あ、なるほどね、この武将をクリックしたらっていう感じですね。ついたり消えたりするっていう感じなんですけど、これ一発でバッと出るようにって、ね、バッと消すとかいうのは全体個数はこれ違うな。そうですね、違うな。なんでこうやっぱりいちいちこうやってクリックして消すっていう感じにはせないかんのかな。これまあ操作がちょっと慌ただしい感じはしますけど、まあそれでも思ったよりはっていう感じですかね。なんでこんな感じで、左右をずらすって言ったらいいんですかね。画面をずらすのは、左クリックをしながらということですね。左クリックを長押ししながらやって、で拡大縮小はこのコロコロでやるっていう感じですね。これどうなんだろう、参考になんか比べる画像がありゃいいんですけどね。はい、ちょっと編集でこれ見えますかね。このウィンドウに出てるのが僕が使ってる iPad での画面っていうことになってるんですけども、
一番引きでやってこんな感じなんですね。で、このスチーム版でのマックスの引きが今見ていただいている画面ということになってるんですけども、やっぱりパソコンでやった時の方が引きの画面での広さっていうのは広くなるので、族なんかをすごい見つけやすい感じがしますよね。隅っこの方の族とかだったら、その iPad の場合だったら映ってない場合がありますからね。しかもこう画面をこう移動させた時のこの族がパッとこんな感じで出る時のね、このラグっていうのもほとんどないので、やはりなんて言うんだろう、本格的にやるって言ったらいいんかな、だったらこっちの Steam 版でやった方がいい気がしますけどね。なんか運営の回しもみたいになってますけど、いやもう全然これ自主的に やらせていただいてる動画なんですけどね。 Steam 版をなんか宣伝するために動画を撮ってるっていうわけではないんですけど、慣れりゃもうこうタップするんとは変わらないような気はしますけどね。こう、ああそうか、ここら辺まだやってないんか。まあまあここら辺はまあ動画でやらんでもいいかなとも思いますけどね。あとなんか気になるところってありますかね。多分ねこれ直感的に操作するんで全部いけると思うんですよね。なるせまあちょっとおさらいチックにはなるんですけども、始めるときはですね、そのもともと例えばスマホでやってたんだったらスマホで引き継ぎコードを取って、で、このスチーム版を落として、そこで引き継ぎコードを入力したらこんな感じでできると。でですね、一応同時プレイはできないですね。さっき iPad でこのサーバーにインしてみたんですけど、そしたら別の端末でログインされましたって出て、そのスチーム版がオープニング画面まで飛んだんですよね。これ逆もしっかりっていうことになるので、まあそうですわね。なんかちょっとその iPad で操作してるんが連携してこっちの Steam 版の画面も一緒に動いたりとかねしたら面白いかなと思ったんですけど、そんなことはないということになってますね。あれ、これログインボーナスって、あ、なるほど、 Steam 版限定ってこれ言ってたやつか。これもう iPad ではログインボーナスもらってたんですけど、で、こんな感じでですね、Steam 版でももらえるということで、ダブルでもらえるっていうのは熱いですね。特にこの宝玉が500とかいうのがね、これダブってもらえるっていうことだったらかなり嬉しいかなと思いますんで、とりあえずパソコン持ってる人はこれ入れてもいいんじゃないですかね。容量はめちゃめちゃ低かったと思います。そんなになんか窮屈な感じはしなかったですね。あーなるほどね、これ直感的にもう操作がわかる感じになってるのはいいかなと思いますけど、こんな感じでね、もう多分見ていただいてる通りなんですよ。すごい操作は簡単ですね。何やこの族、死にかかってるな。けどこれこのぐらいの距離やったら巻き込まんか、もう勝ってしまうか、全て我が読みという感じですかね。あと気になるとこって言ったら、特にまあ課金の仕方とかはあれやとは思うんですけども、多分スマホ決済では支払いはできんようになってるんじゃないかなと思いますけどね。いやー思ったほど操作しやすくてちょっとびっくりしましたね。ただやっぱこの運営さんなんで、どっかかしらこう不具合的なのはあるかなとは思うんですけどね。そのタブレットとか iPad、 スマホ、あっこら辺でつ、あれなんかゲージが復活しましたね。これこの手の不具合は治ってない感じですね。そのある程度削った後の、うわ、え、ちょっと待って、めっちゃ削られてないこれえらい強いな、この一手で戦局を一気にこれ半分以上削られてますけど、これどないなってるんかな。この黄金の族がそんだけ強いっていうこと、これほらこれ負けん、これ黄金騎兵強でレベル100とかやったらこんだけ強いっていうことなんかなこれ負けへん、この一手で戦局を変えます。勝てそうやけどこれギリかな。いや下手したら、うわ3連鎖とか出たけど、次の策はあんま手出さん方がええなこれこれ知らんかったな、こんな強いんやね黄金って。この一手で戦局を変えます。あーギリ勝てた、あぶねー。なんかスチーム版でやりだしたばっかりなんで、なんかスチーム版の方は
ちょっとここら辺の族の強さっていうのの調整ミスが起こってるのかとかでちょっと勘ぐってしまいましたけど、もしかしたら黄金レベル100の強って言ったらこんぐらい強いもんなのかもしれないですね。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと尺はわからないんですけど、もう特にやることもないのでぼちぼち動画も終わりたいかなと思うんですけども、何せまあ画面は綺麗ですし、操作もね想像以上にしやすいということになってるので、まあ家でもがっつり波動やる方ですね。僕なんかはあんま家帰ってからはやらないっていう感じなんですけどね、仕事サボってる時とかにやることがほとんどなんですけども、家でもそのがっつりやる方はもしかしたらこちら使ってみてもいいかもしれないかなという感じがしました。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンのチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。